日本は変異種が見つかり大騒ぎです。なぜ中国はコロナがほぼ出ないのですか？海外との往来がなくなっているはずはないのに。これは最近、日本の大手メディアの報道部で働く友人から届いたメール。そんな中、私の住む南京では、今日は南京で年に一度開かれるビッグイベント南京マラソンの現場にやってきました。1万人以上が参加すると言われ、東京オリンピックの選抜も含まれているそうです。哪里来的？四川，我从四川来的。啊、从四川来的。对。哇，这么大！我是盱眙来的，我们是从盐城过来的，对的。山东的。加油，南京！加油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 ！日本では東京オリンピックの開催自体が危ぶまれる中、この大会は全国から大勢の人が集まった。現在、毎日数千人の新規感染者が出ている日本。友人がこの光景を見たら、きっと驚くだろう。ついにマラソンが始まりました。すごい、皆さんすごい元気。このマラソンが開けるようになっただけでも、すごいと思います。中国以外の国で、こんなに大きな規模のマラソンを開ける国はまだないと思います。すごいことだ。2020年、世界の主要国で GDP が唯一プラスになった中国。一体どのように感染防止と経済復興を同時に成し遂げたのか。私は海外の人が抱くこの素朴な疑問に向き合ってみたいと考えた。今回の作品のテーマは逆転勝利の法則。私たちは新型コロナの逆境下で急成長を果たした企業を SNS で募集した。江蘇省蘇州市、一台の真新しいバスが夜の街を走っている。一見普通のバスだが、実はすごいな、無人運転バスだ。蘇州市は中国で初めて公道で無人運転バスを通常運行している。这个信息是从哪里来的？机车的车的信息啊，我们车的周围有那个雷达，雷达，对，有五个雷达，两个可以感应到车周围360度无死角的一个感应。现在你看到下面那个数据，就是中国移动5G那边通过那个信号传送过来的前面红绿灯的一个倒计时，三条路。信号的。对，倒计时。无人化でコロナと戦うというスローガンを掲げる彼ら。無人運転バスのほか、無人のデリバリー車や清掃ロボットを配置し、人との接触が多い仕事を自動化している。私はコロナをきっかけに様々な業界で進む無人化の現場を訪ねた。この日やってきたのは、世界的に有名なあのアリババグループが運営するネットショッピング専用の倉庫。这里呢就是眼前一亮的一个区域，就是我们这个仓库最核心的一个地方。哇，那什么东西啊？这就是我们的机器人 AGV， 无人的仓库吗？对，是的。哇，すげえ！在这个区域，我们大概是有1000台这样的机器人在同时作业。啊，每天从这个区域的发货量大概是在10万件左右。来了。啊，従来は注文を受けるとスタッフが商品棚を回り商品を探していた。これは逆に商品棚が自分で動きスタッフの元に届けてくれる。他买了面包是吧？是的，对。他买了这么多的面包。那比如说像无锡啊、苏州啊、啊这些地方，基本上就是，当天买当天到。哇，这么快？那现在比如说当天买当天到。那疫情的时候也是一直在动。因为疫情的原因啊，就是我们的订单量出现了这个翻倍的增长。大家都在家。对，都在家。哦。大家的这个购买习惯啊，可能跟之前还不太一样。我们的机器人仓库
的使命就是让机器人能够达到更快的效率，减少人的这种投入进去。哦，特别适合后疫情时代的。对，是的。哦，都是一些原材料，是一些比较环保的这种材料。对，有非常多的这种回收箱。哦，这个回收箱从哪里来的呢？就是我们商家送过来的货，然后把这些箱子再利用，重复利用。哦，这个也可以回收吗？对的，也是可降解的，应该是玉米做制成的。都是玉米吗？对，是可以吃的，你要尝试一下。还真是。不会有。アリババグループは最近、仕分け、発送だけでなく、その先でも新たな無人化を始めた。それは最後の3キロの無人配送だ。だいたい私が走るのと同じぐらいのスピードですね、これ。ここはアリババの本社がある広州市の大学のキャンパス。到了学生的那个宿舍。在这边都是宿舍的。無人配送ロボットが到着するとすぐ、学生たちが外に出てきた。到达站点。哦，到达站。八楼。右边柜门已打开，取出包裹后记得关门哦。觉得怎么样？这个方便吗？还挺方便的。就是本来如果进去取快递的话，可能每个架上都有货，可能要进去取。天候を選ばず、時間に正確で疲れ知らずの無人配送ロボット。到着すると、受取人に電話までしてくれる。好、車輛已经到达预约取件点、请您尽快前往。您好、車輛。荷物を配り終わると、ロボットは大学構内にある配送センターに帰る。哦，好可怜的车。请勿拦车。同学，我在工作中，请您让一让我。啊哈，不好意思。啊，他的性格比较强，他比较客气，他有客气的人。他不说话，每个车都性格不一样。ロボットには360度レーダーがついており、すべての障害物を避けて走る。啊，喇叭也没用，这个有意思。こちらはアリババグループの本社。アフターコロナの時代、アリババはなぜ急速に無人化を進めるのか。担当者に話を聞いた。無人機器人的最存在的意義。你个人觉得？还是回到我们学校里面，这样一个。您去浙江台球看的时候，也是要申请一个健康码，要报备，不然你也是进不去的，对不对？所以我觉得后疫情时代这个。管理上还是大家还是保持这样的一个对于疫情的防控意识，那机器人在里面，很明显的能够延续这样的一个好的作用。我们做了预测啊，很快就会到中国每天的快递单量会到10亿个，这未来很不久的将来。那为什么我们要做这个事儿呢？也是其实是希望做到补充的作用，把因为末端物流在整个物流环节里面是最复杂，然后最困难、效率最低的一环。我们如果能机器人解决它。也是其实给提高大家的生活体验的一部分。無人化などに投資ができる大企業と違い、この1年、多くの中小企業がコロナで縮小または倒産した。そんな中、爆発的に流行した商売方法が。就感觉像是在喝鲜榨荔枝汁儿。它还有酒，而且它还有酒。然后卖酒，只要说，哎，这酒上头啊，大家就买，你知道吧？所以你刚刚说的那个高度，你刚刚说的那个配方，客と接触しないで物を売る、ライブコマースだ。こちらのお酒を売る女性は、わずか20分の生放送で100万元、1600万円も売り上げた。没想到直播带货那么高级，真的是跟。电视台一样的那种感觉。是那个音乐量的那个。
亮导演。哦哦，哎，你好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 ，你好，你来你来你来。你好你好你好，这个是在拍。会穿了。拜拜朋友，谢谢你们去忙吧，我们接着卖货了。啊，结束了，结束了。哎，等一下，大家看我。走，讨厌，给自己打广告，说是。今天是11月31日，马上开始双十一。この日は一年で一番ネットショッピングが盛り上がる買い物の日。ありとあらゆる業界が生放送で物を売る。李佳琦啊，すげえ、5335万人看。而且现在已经12点了。好羡慕啊，这个流量。他是。现在中国最有名气的、最有名的一个直播带货的主持人。我怎么了？我又咋了？我老实话。这女生吗？男生？我看一眼他在卖什么。还是化妆品，可是姐姐拍的方法高，因为他们要卖化妆品嘛，哪怕是哪些女生，为了展示自己的化妆的一个男的女的技术，男的女的都跟你没关系，有说服力，不找你去，男的不娶你，对，是男生吗？应该是男生吧，我算一下，不行。買物の日期間の総売上は2019年を上回る約16兆円近くに達したという。海鲜突然变了一个画风。とどまるところを知らないライブコマースブーム、その勢いはこんなユニークな村まで生み出した。今日は中国浙江省にあるライブコマース村にやってきました。ここのイーウという場所はですね、もともと中国の最大の、卸売市場、ここで、まあ、ライブコマース村という名前でいろんな人がライブコマースをしているらしいのですが、まあ、私もよくわかりません、行って見てみたいと思います。あ、他们两场同时直播。我俩两个直播的网红在一起，互相 share。我俩练过一起吗？我的天哪，你今天竟然敢找他打 PK 啊！谢谢佳宇物流，谢谢哥哥送来的礼物支持，感谢关注。开始做直播了。ありとあらゆるものが集まる世界最大の卸売市場、YOU。カメラの前で喋る才能さえあれば、売れるものはいくらでもある。它都不会掉的，它都会紧紧的吸附在我们的油布上。原价一瓶15.8元，今天一瓶9.98元，三瓶19.98元。两边都同时做直播。一攫千金を目指し、この日も全国各地から多くの人が村にやってきた。发家致富的太多了，短视频带货，第二个就是风口。从哪里？一个只要你这个的话，直接拍一个。安徽，你们都是安徽的？我广东，从广东来。为了学习，对，我做内衣工厂。内衣工厂的话，现在那个疫情影响嘛，我感觉就要走这种直播带货这种思路，来看怎么去带动我那些传统的工厂的生意这样子的。那你们为什么突然想当主播呢？赚钱了，职业暴富。对，没有。每个行业都要有人去拓展，这是一个新兴行业，需要这么很多人去拓展。直播带货没有那么简单吗？但也没那么难，就是这样拍嘛。广西的一个女的来到这里待了两天，皮带报了单，报了10几万单，赚了120万。哇，这么厉害的！实实在在的，不是梦想啊，不是机械，是真的。昼間のライブコマース村はもっと面白い。皆が外に出て、さまざまな特技を披露し始める。夸夸一顿拍呀，我不想让你输。我不想自己哭，我开直播，我发福利，爆单必须买大 G。那带货就好好带货啊，兄弟们！户外，特别适合户外活动。重来，不行，打结了。最后一句怎么适合什么？这个户外。户外活动。彼らは毎日のように面白い短編動画を作成し、TikTok などにアップしている。ファンを増やし、
夜のライブコマースに誘导するためだ。那边也这叫一个网红公园啊，网红公园。人生，人生，人生短短几个秋啊，不醉不罢休。准备，就这里唱歌，商场里39一包，我今天29.9，给你一包、两包，我看今天能不能爆单。好，干杯！好。对，他们以前拉那个袜子，拉乘车的袜子，就从那个圈里下撂扔啊，不卖了，太难干了，我都亏死了，这么便宜的袜子也卖不掉，就扔了。啊，你看再扔下去，全部都下面。他拍摄的时候看的是水嘛？啊，不干了，不干了，我扔了，对吧？我不卖了，这袜子便宜卖不掉。其实扔下去就捡起来，这个纪录片一拍出去不就揭秘了吗？スマホ1台あれば始められるライブコマースと短編動画制作。え、だ、是不是搭了肩了？对。嗯，是吧？不能搭到这样的啊。今、全国各地の人々がそのノウハウを学ぶためにこの村にやってきている。朋友那么重要，你跟朋友过去吧。这就是一个小剧情结束。然后你再，对。现在苏西提了，你不是1000多的还可以啊。我第一次看到了蹲着剪辑的人。ここにライブコマース村で動画制作を一から学び、わずか1ヶ月で数万人のファンを獲得した人がいる。你好。Hello。貿易会社社長のホウさん。中国製のアクセサリーをアメリカなどに輸出し、ここ数年順調に業績を伸ばしていたのだが、这边呢就是我跟您说的做那个变色产品的，现在没人。桌子。最忙的时候100多个人可以做的。コロナの影響で貿易が止まり、売上は2019年と比べて 80% もダウンしてしまった。这是什么呀？这个是一些灯具的配件，然后因为疫情的原因呢，我们客人也没有叫我们发货，他那边回款也比较慢。那这一堆，那里一堆，都是残留的问题，在这里不能解决的，暂时。那你们损失了多少钱？300万嘛。300万，真的。所以我们外贸人在今年这个特殊时期，确实是会比较的，受挫折。そして、ホウさんが藁にもすがる思いで始めたのが短編動画制作だ。我们就排队排重列，你第一个说完 open water， 然后你就走开，知道吗？这是你编的吗？对，我编的剧本。取材の1ヶ月前は全くの素人だったホウさん。今日撮るのは英語が得意な貿易会社ならではのユニークな動画だ。And his three animals. 它是会在那个屏幕的上方打字，所以你们在看的时候要那个要看着额角或者看着稍微这个位置一点，好不好？你要假装在上面看着，对，假装我就这样。不是，你就这个位置啊，可以吗？准备吗？准备好了没有？来，录3、2、1，开始。Watch your sister. Smart person.この3ヶ月で約6万人のファンをつかんだホウさん、次はそのファン向けにライブコマースを展開するという。大既然大家都这样，我们心急也没有用，所以保持一个良好的心态，拍拍段子啊，搞搞直播啊，哎，说不定有意外的收效呢，也不一定啊。全世界其他的国家，他们从疫情中当中走出来，只要他们走出来了，我觉得我们还是比较能够容易再打回胜仗的，坚持把它做下去，总会雨过天晴的。次に紹介するのは、新型コロナウイルスを除去する技術で売り上げが急増した会社だ。这个是今天发货的吗？啊，对，今天就是。这么多？
今天只有今天发货这么多？我们每天都要发这么多货的啊，外地还有外面的仓库也要发。就是现在的这个，因为疫情的问题呢，这个产品的需求是主要是疫情嘛，对吧？以前呢，我们看还是比较平稳的啊，是吗？感觉已经碰到天花板啊，疫情的问题原因呢，这个突然突破了这个天花板，对对啊，卖了几倍？没有几倍的概念，就是差不多30%-40%哦，那也挺多的。彼らが売っているのは最新の空気清浄システムだ。哇，这好看。エアコンや空気清浄機を開発、販売するティカ。この部屋では同社の巨大な空気清浄システムが使われている。为什么公司里有香蕉啊？这就一个是环境比较好，所以它能种出香蕉。哇、哦，你说，尝一个，可以吧？可以。这边就是最大的啊，就我们刚才那里看的，对大版，这是大版最大的一个，啊、对它。哇，好大！对，这整个吗？整个都是。哇，很大的。这是。到底什么地方要用这么大的？大型的一些空气处理。对，比如说大兴国际机场啊，这些地方。国际机场。机场。哦，有很多过滤。TIKA の空気清浄機は、人民大会堂や北京オリンピック会場の鳥の巣など大型施設で採用されてきた。TIKA の核となる技術は。0.0001mm のホコリをも防ぐことができるフィルターだ。超近環境。他说就像你打个比方，就是整个太平洋里面，最后过滤的就剩了七条鱼了，就像那种净化的一个。このコロナ禍で、TIKA の空気清浄システムは引き合いが殺到しているという。以前这种传染病医院相对来比较少，是吧？另外很多医院，普通的医院呢，要改建为传染病医院，那它都需要一个这种净化的这种实验室。主要是医院，我们今年来说，主要是医院。啊，医院为主。除了雷震山和火神山之外，像很多中国的话，很多市一级的都要建专门的这种传染病医院。二月、TIKA はこの空気清浄システムを武漢の華新山病院などに寄付。ロックダウン下にあった武漢での。感染拡大防止に貢献した。そして今、庶民の間でも良質な空気を求めるニーズが高まっているという。おお。你感觉现在完全不一样。是吧？特别的舒服，在爬山的时候，在到山顶呼吸的感觉。对。この部屋では。家庭用の空気清浄機能付きエアコンが使われている。就是说，你的这个听觉上讲，你有没有感受到就是空调有开？没有，没有吹风的一个声音，对吧？没有吹风的声音，一点声音都没有。现在实际上它是开着的。哦。对。这个植物也没有灰吗？没有灰。这里面不会有灰的，确实没有灰。我们家的植物都是灰的。为什么这个房间没有窗户？因为我们有新风，而且我们的新风量完全足够这个房间的面积来使用。嗯，所以不需要窗户，你依然会感觉到空气非常的清新。这个是通过一个几层过滤之后再进来的一个新风，更加的安全，不会有新冠啊，或者说其他的什么病菌、雾霾。中国で最も新型コロナの被害が大きかった町、武漢。現在はほぼ正常に戻り、多くの人が普通の生活を営んでいる。しかし、武漢が負った経済的ダメージは、他の町とは比べ物にならない。うわ、これ本だよ。这边也是空的。
南京のショッピングモールはそんなことあんまないんですけど、武漢やはりロックダウンがもたらした経済的なダメージはやっぱりかなり大きいみたいですね。多くの店がやはり閉まってしまっています。そんな中、ロックダウン中の武漢で感染者をゼロに抑え、売上を急上昇させた会社がある。今日私が、来たのはですね、レノボ、世界最大のパソコンメーカーです。ここはレノボ最大の自社工場。コロナ禍の中でも社員は増え続け、現在1万3000人が働く。今回私の過去の作品を気に入ってくれた広報部の計らいで、特別に工場内部の撮影が許された。这个疫情过后啊，我们叫居家生产力 WPS Working at Home Play at Home Study at Home。 所以这个平板跟去年同期比，我们感觉这个产量基本对这个工厂来说吧，就翻了一倍啊。这么多？对，翻了一倍。需求很旺盛。因为在没有疫情的时候，平板更像一个手机的补充，好像七寸就可以了。但是现在都往大做，因为有这个需求嘛。网课你至少要大一点吧，孩子们。彼らは3月末に工場を再開させてから今日まで1日も休むことなく稼働。世界中で急増するタブレットの需要に応えてきた。如果一天停工的话，损失多少？一个亿。一个亿，那绝对不能停工。主要停工还是另一方面，关键对其他员工有风险。工場長の蔡さんら幹部はこの1年、さまざまな感染防止対策を試行錯誤しながら。1万3000人の社員を感染者ゼロに抑えてきた。这是当初在办公室开会。对啊，老齐。苦恼的。苦恼啊，人回不来啊，员工的这些运作。现在挺轻松的啊。现在挺轻松的。果たしてこれほど多くの社員をどうやって感染者ゼロに抑えたのか。私たちはそのヒントとなる内部資料を手に入れた。好多啊。嗯。宿舍也要管。要管啊。你宿舍有了问题，你找谁？你觉得你发烧了，你要怎么个流程？この日の会議では、コロナの最新状況を踏まえ、6回目となるマニュアルの更新をした。その中身をいくつか紹介すると。这是单向，人在这儿不会有症状。哦。20万平方メートルの敷地すべてを毎日2回消毒する。決められたスタッフだけがコピー用紙を補充する。マスク専用ゴミ箱を設置し、必ずその日のうちに工場内で焼却する。私は会社の清掃責任者の張さんに話を聞いてみた。因为我们的职业不同，是不是？所以我们跟普通的员工的话就有区别。我们就像打仗的战士一样。要冲锋陷阵，要在前线，是不是？我当时最有成就感的是，觉得我虽然年龄大，我还觉得自己活着在公司里，对公司上还是一个，怎么说呢？还并不是个没有用的人。我们不说是大话怎么着，我觉得一个普通的员工能把自己的本职工作做好，那就是对公司最大的贡献。私が最も驚いたのは。実にレノボらしい IT 技術を駆使した感染防止対策だった。看不出来。这个是每天的这个疫情的情况。疫情的情况啊，就是我们有多少人进来，多少人监测到体温啊。进来之后，我们要去拿这个看这二维码，我去找我的网格员要去刷。鍵となるのは、彼らが独自に開発したこの QR コード。三七号测量体温，出示一下厂牌。35.9，正常的。这是什么呀？
就是我们那个防疫的每个人有一个专门的二维码，我们会把每日的那个体温的信息然后上传到我们的系统里，4个小时监控一次。来换一下口罩。一天换几次？口罩我们一天换两次，把口罩卷起来然后放到袋子里。感染者をゼロに抑えるため、多大な労力とコストをかけるレノボ武漢工場。取材の最後に工場長に話を聞いた。其实在当时已经恢复到相当的时刻的时候，我们更多的是往前看，不会永远停滞在1月23封城。前年我全年做了320万，去年560万，今年我们估计1000万到1100万。疫情确实对整个的这个中国的这个冲击蛮大，对武汉尤其，但是疫情也有它积极的一面，我们看到了很多有温度的地方。也正因为这样，其实疫情之后，你也能感觉到武汉的这种整个全城市的人民的这种心理状态，其实恢复的蛮快的。但还是很多外国人对武汉的看法，还是没有变化。其实你说互联网。真的拉近了人与人之间的距离，增加了人与人之间的互相理解的话，也对，也不对。但是要做到也对，就需要有更多的人在这中间去传递正确的东西。我们不用正能量、负能量去传达，传递真实的东西。冒頭に紹介した友人の疑問、なぜ中国はコロナが出ないのか。それは出ないのではなく。させない努力を皆がしているから。2月、コロナが広がった当初、南京では皆が自主的に家にこもり、街から人が消えた。そして今でも中国全土で徹底した感染防止対策を続けている。例えばこのマラソン大会では今まあこの QR コードの中には、ここ最近の行動履歴が全部情報としてインプットされているので、感染が多い地域に行ったことあるとかないとか、そういう情報が全部、出るようになっています。还有什么翻译措施？防疫措施我们就要做7天内的一个核酸检测，要呈阴性。然后我们那所有人都做过核酸，对，都做过，都做了。平常的话是不行的，不行的，是吗？你也做了，是吧？对，你也做了。目下、中国は感染防止と経済復興を同時に成し遂げているのは、14億人の努力によるものです。決して政府の力だけではありません。あなたは中国を色眼鏡で見ないことは分かっていますので、まずはこの作品を見てみてください。私はそう友人に返事をし、リンクを送った。